よブラザー、幸せゴールです。いつもご視聴ありがとうございます。今日公式の方で、発表されましたのが、新しいイベントの予告ですね。で、11日ですね、12月11日に、公開されて、こちらが冒険者ランク20以上で、この3店舗、料理する場所がモンドの料理屋さんと、あと、リーウェイの上の方にある旅館の料理店、あとはバンミンド、リーウェイのバンミンドですね。この3店からデリバリーする任務が受けれるようですね。で、1日3回できるようなんですが、それを消費すると原石を獲得できる。こういったのが、1週間限定でやられて、で、手に入るものは原石ですね。原石手に入ってね、ガチャの準備を23日のキャラクターでしたいっていうところなんですが、ちょっとこれね、無課金の人なんか特にね、ちょっと貯めといてもらいたいんですけども、今回新しい情報としてこちら、このビリビリっていうところ、公式の原神の情報するところがあるんですけども、ちょっと中国語でね、何言ってるか分かんない。僕動画見てね、何言ってるか分かんなかったんですけど、毎回主人公の男の子と女の子で、ゲストの新キャラとか、イベントに関するキャラクターをこうお招きしてトークショーを繰り広げるって、アップデート情報をしゃべるみたいな企画があるんですけども、こちらで 1.2 バージョンの情報が公開されるようですね。だから12月11日は結構イベント盛りだくさんです。で、11日の夜、20時って書いてありますね。日本時間だと何だろう、夜なのか、1時間ぐらい時差あると思うんですけども、これ見る限り、1.2 の星5のキャラなんですよね。ちょっとこうシルエット見ると、こう関羽の羊のなんか角なのか、なんか草食動物の角みたいのがこうついてるんで、これ多分関羽ですよね。で、一応ちょっとちらっと画像見たことあるんですけど、これアルベドなんですよね。で、アルベドっていうのが岩キャラなんで、もしね、アルベドが来るとしたら、勝利の次に岩キャラって続くような内容で、ちょっと大変かなっていうところになりますね。で、モンドのキャラクターになりますんで、おそらくあんまり使われてないような素材がなるのかなって思います。で、イメージ的にはね、プラムとか、ああいうベリーとかそういうんじゃないと思うんで、セシリアの、とか、そうですね、あと何があるの？セシリアのやつとか、そこら辺の突破素材が多分、なってくるのかな。今ちょっと画面開いて見てるんですけども、こちらの、見てると、セシリアのだったり、風車アスターはちょっといっぱい使ってるんで、あれです。で、片手剣キャラなんで、おそらくマッシュルームとかもないと思うんで、セシリアかな。片手剣なんで、おそらくセシリアじゃないですかね。はい。で、アルベドだとしたら、最近ここのね、ルリウリとかは、そのルリ袋とか、あとこれは、ゆかきとか使うのかな。なので、精神であったりとか、イメージに合うやつ、精神。なんか、イベントでこんなの集めてくれとかなんかありましたよね。だから、精神が結構、可能性高いんじゃないかなと思います。1000人なんで、おそらくリーウェイのキャラクターなんで、ここら辺がね、集まってればなかなかレベル突破しやすいのかなっていう印象ですね。で、岩の片手剣の話に戻るんですけども、こちらのアルベドは岩の片手剣で、岩で続いちゃうんですけども、こちら、そうだな、おそらく勝利と相性良さそうなキャラクターなんですけども、片手剣っていうのがちょっとミソで、今シールドシリーズの武器が実装されてるじゃないですか、シールド系の。なので、そのシールド系の無垢の剣とか、そういうなんとかの女王って、ほうき系のとかで、槍も出たし、で、次は弓だったり、弓の向こうバージョンとか、片手剣の向こうバージョンが出ると思います。なので、そこら辺もね、アルベドにつけていくのか、あるいは、この岩の主人公系とかね、
もうつけれるものになるんで、次の片手剣ね、意外と使えるんじゃないかなと。ただアタッカー系になると思うんで、そこら辺が、ね、ダメージ与えてアタックしていくような武器になるんで、アルベドどんな感じなんでしょうかね。片手剣の岩、主人公と被るんで、主人公がアタッカー系ではない中でアルベドが同じ枠で来るんで、もしかしたら結構その戦うことが面白いのかな。どうだろう。まあ、スキルの感じとかはね、これからちょっと考察していきたいと思いますんで、まあ、サポート系なのかアタッカーもできる系なのかっていうのは今後ちょっと楽しみにしていただければと思います。ちょっと素材系とかはちょっとね、23日あともう半月とかなんですけども、勝利引いて岩消費しまくって、で岩主人公はまた別としても、勝利とね行幸で結構相性良かったりもしたんで、行幸のレベル上げとかも頑張っちゃった方からすると、また岩かみたいな、また岩無双かみたいな感じで思うかもしれないですけど、まあ結局岩無双の素材はね、行ったら行ったで、まあ剣闘士のフィナーレとか楽団とかも手に入るし、まあ、他の、まあ、普通の生物に溶かして素材とかにもなるんで、まあ行ってもいいのかな。今からちょっと、ボス周回するんだったら岩かその氷などがおすすめなのかなと僕は思います。はい、ということで新しいこう情報、今日はこんな感じなんですが、まあ、あとはもうどっち引くかですよね。 岩がまた来るから、まあだったら勝利かなとか、例えば勝利ってこれからその向こうの剣みたいな装備、片手剣だったり弓が増えてくる上で、まあ、シールドが強いキャラクターって、まあ、なかなかね、必要になってくるとは思います。ただ、関羽がね、氷の弓なんで、ディオナと合うんですよね。で、ディオナってシールド付与できるじゃないですか。だから、ディオナに向こうの弓でもいいし、関羽に向こうの弓でディオナでシールド貼るとか、まあ、氷で回心率も上がるしとか、まあ、あんまり被りすぎると微妙かなっていうところはあるんですけども、まあ岩キャラ2人入れる編成じゃなければね、なかなかあれなんで、ちょっと考察が間に合わないかもしれないですけどね、皆さんもこういった情報には敏感になって検討してくれればと思います。ただ素材系に関してはやっぱりいきなりはためらんないんで、この土の宝石と氷の宝石、あとはまあ精神セシリアとか、まああればいいと思います。全部でねマックスで160何本とか170本ぐらいあれば済むんで、在庫とね見てまあ拾いに行く数決めていただければと思います。はい、ではまた皆さん、今日はね新情報ということでやってみました。これ中国語わかる方いたらね、この茶会にぜひ参加してね、一緒に楽しんでいただければと思います。公式のビリビリの方で20時か21時かわかんないですけど公開されると思いますので、よろしくお願いします。ではまたこういう情報を流したいと思いますので、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。でライブの方よくやってますんで、ぜひ遊び来てくれると嬉しいです。はい、ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。